本レクチャーはル・コルビジェと国立西洋美術館の第2部です引き続き独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所文化遺産国際協力センター国際情報研究室長の西和彦さんにお話しいただきます第1部ではル・コルビジェと3人の日本人建築家についてや1959年の創建当初から これままでについいてお話したただきました第2部では「前庭の復元とこれから」と題しまして世界遺産登録や「前庭の復元とこれから」についてお話しいただきます。さて第1部では国立西洋美術館の建物が建てられた際の経緯と今日に至るまでの歩みを簡単に振り返りました。 続いてこの第2部では文化財指定世界遺産登録という大きな動きと今回の前庭の復元工事についてお話ししたいと思います。世界中にあるル・コルビジェが設計した建物を一つにまとめて世界遺産に登録しようという動きはフランスを中心に始まりました。その後ほどななくして日本ににも仲間に入らいいかという打診があり 国内で検討を開始したのは2007年のことでした国立西洋美術館東京都台東区文化庁そして近代建築の専門家の方々が共同して検討を行いこれに参加することになりました他の国より少し遅れて参加したことから最初の推薦に向けた作業が大急ぎで行われましたまた世界遺産に推薦するためには 各国がそれぞれぞのの制度の中で文化遺産としての保護を図る必要もあります当時は今と違ってこうした第二次世界大戦以降に建てられたモダニズム建築の文化財への指定はほぼ行われていませんでしたのでかなり難しい議論がありましたが2007年には文化財保護法に基づく重要文化財に指定されています。そして共同推薦国と協議を積み重ねながら 翌2008年には世界遺産の推薦書を提出しました世界遺産における諮問機関であるイコモスの現地調査などを経てル・コルビジェの建築遺産を世界遺産にするか否かという審議が行われた2009年の第33回世界遺産委員会では残念ながら世界遺産登録とはならず追加情報を求めるという決議が行われました。この写真は セビリアで行われた世界遺産委員会の様子です世界遺産委員会における決議は世界遺産に登録する追加情報を求める価値のあり方などを考え直して推薦書を最低指定してすることを求める世界遺産に登録しないと最終決定してしまうという四つの分類に区分されますこの時のルコルビジェの建築遺産に関する決議は この四種のうち二番目にあたる追加情報を求めるというものでした我が国にとって初めての国際共同推薦でしたし推薦書を英語ではなくフランス語で書かなくてはいけないという点でもこれまでにはない大きな苦労がありましたル・コルビジェが現代の建築ひいては現代の我々の社会に与えた影響の重要性から 世界遺産登録はあまり遠くないという意見もあったのですがそれほど簡単にことは進まず結局登録されるまでにおよそ10年の歳月を費やすこととなりましたその間推薦書は2回書き換えられ推薦に含ままれる建物も変わっていますこのスライドの左側は一番最初の推薦に含まれていた建物でフランスから14の資産ドイツから1資産 スイスから4資産ベルギーから1資産日本から1資産アルゼンチンから1資産の6カ国にまたがる22の資産が含ままれています。準備の最終段階まではこれにインドを加えた7カ国の共同推薦だったのですがまさにユネスコに推薦書を提出するという段階でインドが抜けてしまったため6カ国による推薦となりました。 その後世界遺産委員会での議論あるいは専門的な勧告を行うイコモスと推薦国との間の議論を経てインドも復帰した形で7カ国の17資産が1つの世界遺産として登録されています最初の資産の内容と比べるといくつかの資産は名称が変わったり登録する範囲が変わったりしています例えばフランスのフィルミニについては 当初は都市計画的な広いエリアを対象としていましたが最終の推薦では個別の建物の推薦に変わっています国立西洋美術館も最初は本館の建物のみを世界遺産の範囲として推薦していましたがその後のイコモスとの議論を経て敷地全体を世界遺産にに含める形に変更しています。そして3回目の推薦書提出を2015年に行い 再度イコモスの現地調査などを経て2016年に長年の念願であった世界遺産登録が実現しましたこの写真は登録が決まった2016年のイスタンブールの世界遺産委員会の様子です前面のスクリーンの左右に国立西洋美術館が写っているのが見えるかと思います世界遺産の最終決議やその前提となるイコモスの評価書などは すべてユネスコのウェブサイトで見ることができますめでたく世界遺産になるわけですがその際には解決すべき課題などが決議として明示されますル・コルビジェの世界遺産の場合には地理的に連続していない世界各地にまたがる7かまた7カ国にまたがる世界遺産ですので7カ国が共同して一つの世界遺産としてどのように管理していくのかといったような宿題が この最終決議書の中で7カ国に対して提示をされていますさて世界遺産となったからには美術館としての機能を果たすだけではなくル・コルビジェが設計した建築としての価値を維持していかなくてはなりません第1部でもお話ししたように国立西洋美術館は建設当初からいろいろと改変が行われています これらはそれぞれ理由があるので必ずしも当初の姿に戻さなくてはいけないというわけではないのですが一方で「ル・コルビジェ」の設計意図が正しく伝わるよう配慮しなくてはいけないわけです。国立西洋美術館では専門家による議論を経て敷地全体をどのように保全していくかという基本的な方針を「国立西洋美術館施設の活用・公開の方針」と「方針と これに伴う施設の整備方針としてて定めていますこの方針もと今回の工事では写真ではわかるように建築当初とは異なった姿になっている前庭を建築当初の姿に戻すこととなりました地下部分に企画展示館を建設した際などに大きく手が入れられています今回の工事では デザイン上も大きな意味を持つ目地を元の姿に戻すこと。目地については後ほど詳しくご説明しますが、この写真でも縦方向にラインが入っているのが見えるかと思います。これが第一部でご覧いただいた建物と一体となったデザインになっています。そうした目地を元の姿に戻すこと、そしてこの植栽が当初はないのが最初の状態でしたので、これを撤去すること。 あるいは西側の入り口そして周囲の柵え敷地を囲う柵といった部分を当初ので状態にできるだけ近づけることを中心とした復元が行われていますこれは工事前の前庭の目地の様子ですこの写真の現状では元々のデザインとしての目地とコンクリートの板を分割する目地が混在して 全体としててののデザインの意図が分かりにくくなっていますちょっと分かりにくいかと思いますので詳しくご説明をしますとこの部分この正方形の部分は後で加えられたこの前庭のコンクリートパネルの分を分割すする線ですそしてここにちょっともうちょっと薄く黒く見えているこういったラインがもともとのデザインの一部であるデザインの一部としての目地になります。 ただしこれも一部場所が変わっているのでこうしたものを元の姿に変えると元の姿に戻すということを意図して工事が行われています。ではこの目地の復元はどのように行われたのでしょうか。全体の方針としてはル・コルビジェの設計をもとに最初に実際に建てられた状態に戻すことを目標としました。ここで注意が必要なのは、 必ずしもルコ・コルビジェが設計した図面だけに準拠するのではなく建築として実現した状況を基本とするということです文化遺産の価値を考えるにあたって特に近現代に建てられた建築の場合には設計者の意図と実際に建てられた建築の微妙な差が判明することがよくありますしかし国立西洋美術館の場合には ル・コルコビジェの基本構想を元にしつつ、日本人の3人の弟子が関与して実際の建物が実現していることなどからあくまで実実際に実現ししたた。建物を基本とととすることとされましたそのためその頃の状況がわかる資料を全て確認しこれらに基づいて実際の復元が行われています。資料としてはスライドのような創建時の設計図がまず第一に挙げられます。 しかしこれは設計図ですので実際に施工する際には寸分たわず同じに作られたかどうかは分かりません。どんな建物でも実際に工事をするにあたってはさまざまな理由から微妙な差が生じるということは避けられないものです。このため設計図だけではなく最初の状態を建設された後で細かく記録した。 野鳥と呼ばれる資料も参考にしましたこの図が企画展示館を設計するときに作られた計測された野鳥ですこれはその当時の現状すなわち最初に建てられたときから変わらなかった状態のすべての目地の寸法をその場で実際に記録したものですしたがって この野鳥を見ると一番最初に実際に建物としてあるいは前庭がどのように作られたかとかいうことを確認することができます。今回のの復元にあたたっててはこの資料もとてもとと貴重なな証拠となりましたさらにこれらの寸法はル・コルビジェの設計思想の重要な根幹をなすモデュロールすなわち人体の大きさをもとにした寸法体系をもとにして考えられているはずですので これらとも照らし合わせて細かく検討が行われていますこの図は今回の工事に際して実際にどのように寸法割りを行うかを検討した図です細かくて見にくいかもしれませんが一見ランダムに見える細かな目地やその間隔の寸法もおろそかにせずすべて資料と照らし合わせた上で確認が行われています 建てられた際の設計図があればそれを見れば元通りになると思いがちですがそれれではは本当に建てられた際の状況がわかるとは言えません。こうしたさまざまな資料を重ね合わせて細かく慎重に検討する必要があるのです。このほか南東墨の植栽を撤去するほか当初は現在よりも開放的な感じであった周囲の柵 この写真を見比べるとえっと違いがわかるかと思いますこの部分だと柵だけがあって植栽が少ないので中と外がより視線が通るようになっていますそうした周囲の柵やあるいは位置が変わっている西側の入り口もともとはこの位置に入り口がありましたが今樹木で隠れていますけれども現在ではこの部分に通路が開けられていますこの入り口についても できるだけ元の導体に近い形で戻すよう工事が行われています。当時の写真を拡大して見てみましょう。前庭の写真を見る、写真部分を見ると。建物から下に伸びる線、この線。それと、その丸い植栽の右下、この部分で。この線に直角に当たって、左右に伸びる線。 が見えますこれは目地の中でも特に色を変えて目立つように作られていたもので左側のこの位置この入り口から建物に敷地に入って右側に進み途中で左に折れてこういうふうにこのように進んで建物に入るという人の動きを意図したものです。この人のの人動きあるいはそのデザインも ル・コルビジェの設計意図の一部ですので今回の復元ではこうした設計意図が当時の様子がより明確に分かるように工事をする復元を行うということになります今年2022年の4月からはこうした復元工事を経た国立西洋美術館の姿をご覧いただけるようになります最後に 国立西洋美術館の今後、将来について少しだけ考えてみましょう。まず何よりも、美術館として十分に機能し続けることが大切です。今回の工事では、前庭のほかに空調設備が一新されます。これは、来館者の皆さんに快適な環境を提供するだけでなく、収蔵品を収めるための温湿度環境を整える上でも、美術館としてとても大切なことです。 そして7カ国共同の世界遺産の一つとして建物自体も文化遺産であることを忘れずに守り続けなくてはいけませんこの写真は毎年共同推薦国が集まって行われる常設会議の様子ですこの写真は2019年にドイツで行われた際のものです全体を一つの世界遺産として共同管理するために このような会議を開くことが推薦書の中で約束されていますこうした場での議論を通じて国立西洋美術館のみならずともに世界遺産になっている他の資産の保全にも関与していくことになります最後に屈指の文化ゾーンである上野の山上野の森の中にある文化施設として地域の核としての機能も期待されることになります国立西洋美術館の前には ル・コルビジャの弟子である前川邦夫が設計した東京文化会館が美術館との関係を意識して設計され立っていますこうした周囲との関係を大事にすることも大切なことの一つです第一部・第二部の動画では国立西洋美術館のこれまでの歩みと今回の工事について振り返ってきましたもしこの内容に興味を持っていただけましたらぜひ美術館に足を運んでいただき 素晴らししい美術品をを楽しむととももににその建築にも目を向けていただければと思います世界遺産登録までの経緯とそのことの意味ルー・コルビジェの作品としての側面と絵画彫刻などの作品を展示公開する美術館としての機能を持ち合わせた建築物として維持していくことについてお話しいただきました。 続く第3部では京都工芸繊維大学教授の松隈宏先生をお招きし対談形式でお話しいただきます。ぜひ続けてご覧ください。